松原美里です新人さんのための保育ステップアップコース第2回目は保育の流れを見据えて実際に動けるためのコミュニケーションのポイントをご紹介していきます保育の中でえ、今どうしたら良かったんだろうとかえ、子どもと子どもが喧嘩し始めたけど私どうしたらいいって迷うことありますよねそういう時に どう判断すればいいのかその考え方の軸やポイントについて実際にいくつか紐解きながらご紹介していきますどうぞお楽しみに